アジア相互協力信頼情勢措置会議は1993年に発足した多国間協力組織もしくは国家連合である。1992年10月の第47回国連想会においてカザフスタン大統領ヌルスルタン・ナザルバイフがアジア全域の相互協力と信頼情勢を目的とする地域フォーラムとして設立を提唱したことに始まる。 正規加盟は26カ国、地域、オブザーバーは日本を含む7カ国4機関であり、西アジア、中央アジア、南アジア、東アジアだけでなく、ロシアのような北、アジアまで及ぶ。カザフスタンのアルマトイに常設事務局が置かれている。欧州安全保障協力機構のアジア版との見方がある。1993年3月、活動開始。 1999年、第1回外相会合、シーサ加盟国相互関係原則宣言。二千二2002年6月、アルマトイで第1回首脳会合。この時の加盟国は、全上海協力機構加盟国を含む15カ国と、パレスチナで、オブザーバーは、日本、アメリカ合衆国、オーストラリアなど14カ国であった。2004年、第2回外相会合。二千六年、 第2回首脳会合。2008年第3回外相会合。2010年第3回首脳会合。2012年第3回外相会合。2014年5月20日から21日、上海で第4回首脳会合を行い、上海協力機構と協力に向けた合意を結び、議長国中国の習近平国家主席は、アジアの安全は、 アジアの国家と人民が築くべきと演説し、ナザルバエフ大統領からは安全保障機構への改組が提案された。青色、加盟、緑色、オブザーバーロゴマーク。ありがとうございます。